はじめまして。私がブラックジャック。で、見込みはある。保証金、万歳。別の肉体が必要だ。息子さんの体で使い物にならないところを全部他人のものと取り替える。つまり、息子さんを救うためには、肉体を犠牲にする人間が一人必要だ。その人間さえいれば。十中八九、息子さんは助かる。わかった。ニクヤさん、あんた、外へ出て。みんなもだ。手術は俺一人でやる。デビー、最後のお祈りをしとまえ。手術！ニクラさん、手術はうまくいったよ。2ヶ月経てば包帯が取れる。それであんたの息子は全開だ。デビーは？内臓と手足をほとんど使っちまった。バラバラになってもう人間の形をしてない。見てみるか。いやいや、たくさんだ。では金をホテルへ。これから2ヶ月間息子さんが治るまでは責任を持って治療しよう。ただし、息子さんが元通りの体になったら、後のことは知らないぜ。お前の名は？バンダーだ。俺はブラックジャック。お前さんがどうやってこの星へ来たのかは聞くまい。だが俺はこんな星なんかに別に用はない。俺の欲しいのは金さ。言ったろう。この星の持ち主は僕だ。金なんかビタ一文やらないぞ。さっさと出てけ。威勢がいいな坊や。だが俺を甘く見すぎているようだな。そう意気がることはない。金目のものさえいただけばすぐ出てってやるよ。おとなしくしていな。待て、面白い坊やだ。その剣一本でどうやって戦う。銃はないのか。おい、誰か剣を貸せ。よし、俺が相手だ。俺を任したら言う通り引き上げてやる。だが俺が勝てば貴様の命もこの星の財産も。おらず！ほえ！ほほ、なかなかやるな、坊や。お前は二度嘘をついた。この星の人間はみんな滅びたということ、お前が地球人だということ。俺は嘘つきが大嫌いだ。連れて行け。アクションブリッジ。私に何か用か。なんだね、君は出し抜けに突然うちの中に車を乗り入れた。詫びもしないで。すいません。で直すんだな。今はワインを楽しむ時間だ。それで手術料を払えるあてはあるのか。俺の手術料は。分かってます。これは何だ。タイムマシンだと。バカを言え。先生見て、こいつは奇妙だ。これがタイムマシンか。まるで SF だ。みんなには出て行っていただこう。その前に報酬を確認させてもらう。目で見なければ信用できないね。手術を始める。みんなさっさと出てくれ。誓いは守っている。何？ただ王子は手術しないと言ったが、王女はしないとは言っていない。このクラン家は王子ではなく王女、つまり女だった。王子、つまりサファイア姫の誕生記念のモラビア国のコインだ。廊下に落ちていたんだ。アトム、今いくらで売れると思う？15世紀の記念金貨は、すごーい!1 億円というわけさ。ブラックジャックだ。治せる。それじゃあ。しかし手術は無理だろうな。え？助からん。患者の体も破壊されてどうしようもない部分約 50% を切除して健康な肉体と取り替えなくてはな。というと？この患者のために自分の肉体を犠牲にする人間が必要だということだ。健康な肉体を持っていながらどこも傷つけずに死を迎えた若者、あるいは現に健康に生きているが肉体を提供できる青年がね、そんな人間がすぐに見つかるはずはない。だから手術はできないだろうと言ったんだ。ニクラ会長、あんたのことは多少存じ上げているが、いくらあんたでもそれは無理だろう。君は権力の何たるかを知らんようだな。ニクラさん、あんたの息子はとんでもないろくでなしらしいな。だからあのデビーという善良な若者を生贄にしようっていうのか。人を一緒にしないでくれ。脅してるつもりなのか、ニクラさん。手術の準備を始めてくれ。手術代は1億クレジットだ。留守番をしてくれってあれほど頼んだのに。だってピノコ留守番好きくないんだもん。患者は世界有数の多国籍大企業カロッサムの現職会長。それが金に焼かせての300万ドルの命乞いだ。世の中命の値段はいろいろだな。
どうしても必要な場合を除いて、私は過去のカルテは思い出さないことにしている。再発でもしない限り、患者も医者のことなどを忘れてしまっていて結構。さあ、現在私を必要とする患者に合わせてくれ。ブラック・ジャックです。何を飲ませた？水ですわ。水？一日の量は異常な量だな。だがその割には肌に水気がない。別に平気だ。ニリニモテ島も注意なよしゃ。西表島だ。怪我人はどこだ？なんだそれは。これは西表山猫じゃないか。誰がこの船に西表山猫を持ち込んだんだ？誰だ？私の治療費は高いですぜ。いいんですかい？そうですか。じゃあ代議士の先生、応急処置で1000万いただきましょう。そっちの赤ん坊も1000万だ。払えないならお断りだ。じゃあやりましょう。ただし条件がある。私のやり方に絶対文句をつけないこと。いいですね。患者を前の座席へ、他の者は後部座席へ移動してもらおう。そう気を落とすな、ピノコ。ほら、これやるから。ピノコのもじゃないのよ、そんなのやんない。そうか、いらないのか。やっぱり欲しいんだろう。まあ、ちゃんちゃんの一番よ。だね、そうやよ。たかし、本当にこれたかしなんだ。俺の名は狭間九郎。教師は俺に愛想を尽かし、生徒たちは俺を恐れて近づいてこない。一説ではくだらん授業をサボりがちだとか、俺の目つきが冷酷だとかいうことが理由らしいが、そんなことは別に問題じゃない。狭間か、問題なのはこいつだ。おはよう、狭間くん。メス、肝炎策に沿って切開。モスキート、吸引、ペアン、メス、俺に構うな。マットレス縫合、スクエアノット、オペ終了。猫よりはマシですぜ。つなげられる。その切断された手足、まだつなげられる。その手術、俺に任せてくれたらつなげる。必ずつなげてみせる。そのオペ、俺に任せてくれるならばつなげる。必ずつなげてみせる。手術で最後にものを言うのは手先の技術、年齢は関係ない。ただし報酬として500万。もちろんつなげられなかった場合、ビタ1も受け取らない。どうします？あまり時間はありませんよ。ああ、つなげてみせる。